おはようございます。木上です。さあ、ようやくですね、収録環境の方も多少安定してきたかなと期待しているんですけれども、実際のところこの動画が公開されるときに、まあどうなっているかというところで、えー、見ていただければと思います。ということで、まあ余談はさておきなんですけれども、フライトシミュレーターの最適な設定を見つけようということで、まあ、3070、昨日いろいろと紹介しましたけれども、あの後ですね、調整をかけていって、最終的には今、 このメインスクリーンのところで今90ぐらいになってるんですけど、まあこれはあくまで参考値も参考値なので、具体的にですね、どういった設定にして落ち着いているかというところを軽く紹介してみたいなというふうに思います。えー、それからもう1点、これもですね、実はまあ重さに関わるところで、アドオンの え、期待だったりとか、え、もしくは、アドオンのシーナリーというところで、追加で何を入れるかというところも、飛躍的にこの重さが上がるわけではないですけれども、追加レベルも上がるし、まあ、リアリティも下がるし、ということで、まあ、あまりいいことがないので、その、アドオンの管理をどういうふうにしているかというのを、最後に、え、少し紹介してみようかなというところで、これに関しては、前回紹介した、アドオンリンカーの 機能の部分なんですけれども興味ある方はそちらの方もですね一緒にお付き合いいただければと思いますということで本日もやっていきましょう <music> えまずはじめにですね今回の設定ですねどういったところで落ち着いたかというとですねまずスクリーンを 4K からいわゆる 2K ですね一つ画角を下げました。 で、えー、これはなんで下げたかっていうとですね、実は今使っている収録ソフトの方がですね、最大で 2K までしか対応していないというところがあって、一番大きなサイズの 2K に対してこちらの画面も、まあ、もちろん 4K の方が見栄えはいいかもしれないですけれども、最終的に YouTube でアップされるときにはですね、 フル HD までギュッと圧縮されるので、一回り大きい 2K で撮っておいてフル HD に落とし込むっていうところが僕なんかの立場的な問題もあるかもしれませんが、収録して動画を出すといったような位置合では一番落ち着きどころとしていいのかなっていうところで 2K をチョイスしました。で、ただこの 2K に落とすとですね、非常にいいこともあって、この下を見ていただくとわかるんですが、すべてのクオリティをウルトラまで上げることができます。 でこのウルトラまで上げることによって実際の FPS はですねまた昨日と同じようにバンクーバーの方に行って、えー、見ていただこうと思うんですが約40から45ぐらいということで昨日よりも FPS が10ぐらい上がるにもかかわらずこのクオリティのところはですねいわゆる一番上まで上げることができるので、まあ、最終的には 一番いい状態の画質で、かつ 2K で撮ったものをさらに再圧縮してフル HD まで落とし込んでというところで、多分動画で見ていただく上では一番いい状態で見ていただけるのではないかなというふうに期待している部分ではあります。ただまあこれに関してはまだ試行錯誤しているところでもあるので、実際この映像を見ていただいてですね、皆さんがどういうふうに感じるかというところで、またご意見いただければと思います。いずれにしても RTX 3070でもウルトラの画質でなおかつ 2K までのサイズであれば十分に対応できるということもまた一つ分かったところなので、まあ、かなり 4K 出力ってだけでも重たい行為だということは、まあ、一目瞭然というところですね逆にもっと画質も下げていいしクオリティも下げていいしっていうところであれば例えば元からモニターがフル HD までしか対応してないからフル HD の中でウルトラまで上げようとか。 まあそういったところで出力をある程度絞ってあげることによって、クオリティの方をより高めることもできるということで、昨日の段階ではこういったところお話しできてなかったと思いますけれども、最終的にですね、僕個人が落ち着いたところとして共有というところももちろんですが、3070としての一番いい落としどころはここら辺なんじゃないかなといった感じですね。 さあ、ということで、コクピットの方にやってきましたけれども、ちょっと今読み込み直後なので不安定な部分ありますが、だいたい30の後半ぐらいですね、出ているということで、上空に行くとですね、これが40ちょっとぐらいまで上がっていきます。軽く飛ばしながら話をしていこうかなと思うんですが、この時にですね、今、エンジンの出力を上げて上がっていきますけれども、比較的昨日よりも落ち着いていて、平均して5ぐらいはですね、FPS も高いというところと、 あと一つの基準として個人的に思っているのがだいたい FPS30 超えっていうところは一つの指標かなと思っていて逆に FPS が30を下回ってくると他の部分への余波が大きいかなといった印象ですね。あくまでもフライトシミュレーターなので対戦系の FPS なんかと違って本当にコンマ何秒の世界を争うシーンっていうのは基本的にないので。 よりクオリティをですね高くしていった時に映像が一番綺麗なところっていうのを狙うっていうのも一つ落としどころとしてはいいのではないかなという気がしますねちょっと裏で調整してた時よりも今収録をしている関係で FPS が5ぐらい落ち込んでいますけれども先ほどまでローカルの環境でいわゆるまあ収録をしてない環境で撮っていた時にはですね、まあ、大体40前後ぐらいで安定していたっていうところなので そういった意味では皆さんはですね収録したりとか、まあ、そういったことはしないと思いますのでもう少し5ぐらいは上がるかなっていうような見立てをしていただければいいかなと思います、まあ、こうやって見るとですねもちろんこう建物のクオリティとかここら辺はウルトラまで上げているので非常に水面のリフレクションなんかも綺麗に出ていますしそれぞれのディテールですねこういったところも良くなっていますにもかかわらず、まあ、昨日と同等ぐらいですね 街中重たいところ飛んでても FPS30 前後っていうところはしっかりと出ているので、まあ、多少無理をかけているところはあるかもしれませんがこの点に関してはですね一番落ち着きどころとしては個人的に満足いってる部分といった感じですねちょっと今なんかは一番中心街を通った時は20ちょっとまで落ち込みましたけれども、まあ、それでも30前後ぐらいを常にキープできているので例えばまあ建物の クオリティを一段階下げてあげるとか、まあそういったところだけでも大きな改善があるかもしれないですね。そういったところの微調整は皆さんのお好みでというところもあると思いますけれども、個人的には全ての項目ウルトラに上げても比較的30前後であれば飛ばしていて違和感のない見え方になるかなっていうところで、今の落ち着きどころとして出来上がっているといった感じです。まあ、ということでですね、非常に ざっくりとした持っていき方ではあるんですけれども、まあ、こんな形でウルトラまでクオリティを上げることができる設定ということで、まあ、配信ソフトの方から上限値を持ってきたっていうところありますけれども、2K で飛ばしていくといったところでは非常にいい設定に行き着けたかなという印象ですね。今なんかの太陽のこう光ですね。そういったところも昨日の 4K よりも 2K には落ちているものの、 映像美としてですね、例えばこのフレームへの当たりだったりとか、まあ、そういったところもですね、より良くなっているんじゃないかなっていうような印象ですね。ということで、えー、今日はですね、まずこの設定ということで、2K まで解像度を落としてあげて、その代わりクオリティを上げるっていうところで、映像の方をより良くしようと。まあ、実際飛ばしている感覚ももちろんいいわけですけれども、こういったところに今落ち着いていますという内容でした。皆さんもですね、 もしよろしければ参考にしていただければと思います。 続いてですね、ちょっと内容長くなってきているので、ざっくりとこちらは紹介していこうかなと思うんですけれども、このアドオンリンクがですね、やはり非常に優秀だったというところで、このアドオンリンクはですね、まだ、まあ、存在自体知らないよという方はですね、過去の動画の方を見ていただきたいんですけれども、ちょうど3、4日前ですかね、アドオンを整理しようというようなことで動画を作っているんですけれども、そちらの方で軽くこういったアプリケーションがあるというところまでは紹介していたんですけれども、 今回ですね、その機能のところですね、少し見えてきたので紹介してみようかなと思います。で、この画面ですね、まず左側の方にアドオンズということで、今フォルダー分けで個人的に使いやすく使っているんですけれども、このアプリを立ち上げるとですね、一番初回に起動したときには、このオプションというウィンドウがポップアップして出てきます。この設定画面でですね、 アドオンのフォルダーということで選択ができるようになっているんですけれども一つのフォルダーにずらっと並べて入れておいてもいいですしこの後説明するプリセット機能をうまく使う上で先にこのフォルダーに分けておくダウンロードしてきたものを例えばこれはアメリカの機体だからアメリカのコーナーに これはヨーロッパの期待だからヨーロッパのコーナーにっていうような形で振り分けをしておくとまあ、選択がしやすいといったところもあるので、まあ、これはおすすめのやり方という感じですね。この設定をしてですね、こちらの画面の方に来るとそれぞれフォルダーごとに分かれているのが確認できると思います。次に紹介したいのがプリセットという機能で、今はですね、もうすでに割り当てをノースアメリカとヨーロッパということでこの2つで作っています。 で今日はですね、日本の機体、全日空の320を入れたので、こちらの機体をどういうふうに設定していくかっていうところを後で紹介しようと思うんですけれども、えー、こちらですね、ちょっと見にくいんですが、左下のところにプリセットというものがあります。今はノースアメリカということで選択されているので、この右側のコミュニティフォルダにリンクされている機体というのは、すべてアメリカの機体ということにしてあります。 なので、北米で飛んでいるライブラリーが、今の段階ではフライトシミュレーターに入っている状態ということですね。で逆に言うと、ヨーロッパの機体は一旦外してあるので、まあ、その分のデータがグッと圧縮されるのと、同じことをですね、シーナリーでもできるので、例えばヨーロッパならヨーロッパのシーナリー、北米なら北米のシーナリーっていうところで、一つまとめといてあげると、 両方とも当然読み込むっていうことはできるんですが、飛ぶ地域に限定することによって、よりですね、フライトシミュレーターのローディングタイムが下がったりとか、あとは負荷が軽減されたりっていうところで、このアドオンをですね、どこまで読み込ませるかっていう、非常に便利なツールの一つになっています。ということで、ちょっとまた話が脱線し気味ですけれども、プリセットの内容に戻ってくると、このプリセットですね、今はノースアメリカとなっていて、 これをですね、例えばヨーロッパに切り替えて、この緑色のマーク、アプライセレクトっていう感じにすると、コミュニティフォルダにリンクされている機体がですね、またガラッと変わるという感じですね。こういった形で、このプリセットに読み込ませたデータごとにですね、コミュニティフォルダにリンクさせて、それがフライトシミュレーターに反映されるということになってきますので、そういった意味でのコントロールですね、読み込ませるアドオンを コントロールできるといいうのが一つのがつ利点になっています。次にですね、ちょっと今余分なライブラリですね。ハウスウェスト航空がヨーロッパの方にリンクされてしまっているということが起きていたので、これをですね、解除する方法ということで、このチェックをですね、外してあげて、この下のアイコンの一番右ですね、セーブ・ザ・カレントなんとかっていうふうに書いてたんですけど、 それを押してあげると、まあ、いわゆる保存ですね。新しくヨーロッパに読み込ませる機体を保存しますということで、このチェックマークのついている機体だけを読み込ませるというふうに変更することもボタン一つでできるということですね。最後にですね、プリセットの作り方というところでお話ししておくと、まずこのチェックですね。これをすべて外します。それから、この入れたい機体ですね。チェックマークを入れてあげて、 例えば ANA のこの機体をプリセットとして、例えば日本もしくはイーストアジアみたいなタイトルで機体の設定を作っていきたいという時にはですね、この押した状態で、下のアイコンの真ん中ですね、Create New Preset ということで、このプリセットにイーストアジアなんていうタイトルをですね、2で付けてあげて、これで OK にするとですね、このプリセットのところに先ほどまでノースアメリカとヨーロッパだったのに対して、 イーストアジアジといいうのが追加されています。このイーストアジアというのを選択すると、全日空の機体だけになりますし、今日はアメリカで飛びたい、今日はヨーロッパで飛びたいっていう時にはですね、アメリカだけを入れてもいいですし、同じようにヨーロッパだけを入れてもいいというところで、このコミュニティフォルダーにリンクさせる機体をそれぞれの エリアからもしくは自分の好きなエアラインだけを並べたりとか、まあ、そういった形でフレキシブルに使い分けることでよりリアリティも高めることができますしなおかつ同じことをですねシーナリーの方でもやってあげるとそのボリュームを一気に下げることができるのでローディングタイムが早くなったりとか、まあ、そういったところでのメリットがあるのではないかなというふうに思いますということでかなり長い動画になってしまいましたけれども本日はこれぐらいで 終わりたいと思いますご視聴ありがとうございましたまた明日の朝もお会いいたしましょうそれでは